ぶっ決めるしかない。はい、やってまいりました。今日はですね、実習終わりずっと学校で勉強してて眠くて仕方がない。久しぶりにこの緑の液体注入してやろうかなって思います。ちなみに今夜の9時前なんですけど、そんなこと言ってらんないですよね。台湾ビールのコップに、うわー、なんとも言えないこの色、綺麗ですね。テンション上がってきましたね。このプチプチとした気泡がまた可愛い。久々に出会いましたね、モンスター。いただきます、いってきます、乾杯。なんとも言えない独特の味ですよね。もう早速元気が出てきました。この後も勉強頑張っていきます。オーライサンクス。